皆さんこんにちは、渡辺です。今回のサロンスタイルは癖、パサつき、乾燥が気になるお客様です。本当に別人の方のような髪質に変化していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回もお客様の施術の画像だったりとか動画を見ながら解説していきたいと思います。はい、ということでこれがビフォアの状態です。結構見た感じ、ちょっとうねりだったりとか、あとちょっと乾燥でちょっとパサつきがあるような状態、ストレートにしたいけどやっぱりペタッとしたくないっていうのが、今回のねオーダーになります。で、全体的にダメージが少しあるっていうよりも、どちらかと言ったら乾燥だったりとかパサつきが結構ね、あるような感じだったので、3熱トリートメントで、髪の質感は変わるかなっていうのでご提案させていただきました。では早速施術をやっていくんですけれども、まずはトリートメントをつける前にベース剤を全体的にこういった感じでね、泡のやつをつけていきます。で、これをつけてなじましていくことによって髪の毛のねバランスを全体的に均一に整えていきます。その後に、トリートメントをつけてまたね、浸透させるために温めていきます。温めていって、しっかりとね、流した後にアイロンを入れていきます。丁寧に丁寧にね、アイロンを入れていく。もうこのアイロンがすごく大事になってくるので、でアイロン入れていくと仕上がりはこんな感じになります。このね、張り腰がすごくしっかりと出てる感じで、こうペタッとするっていうのではなくて、潤いのある綺麗なストレートヘアに変化しました。でね、今回のアイロンを入れて、まあ、お帰りいただくんですけれども、まあ、次の日ねシャンプーしていただいて、で洗っていただいた後に乾かしてもすごく綺麗な仕上がりで、もう潤いがあって本当に大満足ですっていうようなお褒めのお言葉をいただきました。もちろんね、全てのお客様がこのね3熱トリートメントが当てはまるわけではない。やっぱりそのお客様の髪質によって縮毛矯正だったりとか、ダメージが少ないような、縮毛矯正もあったりもするの で、そういった部分もあるし、あと3熱トリートメントをご提案させていただくこともあります。ですので、まあ癖だったりとかね、乾燥パサつき、まあ、ダメージだったりとか、お周りの方ぜひね一度ご相談もしてみてください。コメントだったりとか、あとインスタグラムで、DM だったりとかも受け付けておりますので、ぜひお気軽にコメントだったり。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。